ARG 選手対ユーベア選手第1試合。さあ、ユーベア選手が DJ、 そしてARG選手がバルログ。裏に回って、投げ返して、さあ画面端にいるのは DJ。 しかし追い込まれているという感じではなく、おジャックナイフ。さあ裏に回って、ジャック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 、そしてエアスラー。さあ端に追い込まれたのはエアル選手。スカーレットからジャック投げ、そしてスライディング。さあエアスラで牽制、ゴッド、あいうちょっと、これはダブル KO。 さあ1本目から熱い試合だ。おっとジャックナイフ、裏に回ってマシンガン。さあ投げ、中足牽制、エアスラ画面端に追い込んで、そしてさあバルログが、エアスラと牽制して、さあバルログ堂々と動いた画面端。さあローリング、エアスラ前が詰まって、アウト、裏に回って、これは食らいました、ARG選手。さあ DJ が一本選手、エアスラ相打ちになって、とローリングから、さあ画面端追い込んで、おっと DJ が前に出る、再び画面端、やすらやすら、さあ前に出た DJ、 おっジャックナイス、そして裏に回って、あっと壊しマシンガン、ここは取りました、ユーベガ選手が1試合目。さあ AR 選手2試合目をバルログです。おっと相打ち、さあ見つめ合って、中足でこかされて、バルログは、おっとさあ前に出たい、おっと画面端からジャックナイフ、そして追撃スーパーコンボ。前に出た DJ、 おっとバルログラス画面端に追い込んで、さあバルセロナから画面端から脱出した DJ が、今度は逆にバルログを追い込んで、さあ AR 選手がバルセロナで一旦反対側に、やすらやすら、バルセロナの反対側、エアスラー、さあっとスーパーコンボ、これは返します。さああとはもう待つだけ、ARG選手ここで1本取り返します。さあおっと、これはいきなり痛い。さあ画面端、ジャックナイフトラカブリー、さあ相打ち、バルセロナで、さあティサルから投げ、バルセロナオンとジャックナイフ当たって、中足から裏に回るとしたら、これはオンと投げに行って、バトン、これはガード、あージャックナイフ溜まっていました。さあ2試合ストレートに取っているユーベガ選手 DJ です。そして AR 選手3人目。さあ連携で
端子に追い込んでスライディング、そしておっとこれはジャックナイフ裏に回ってマシンガン、さあテラーテラーときて、うん、あっとこれは痛い、マシンガン、さあリーチがかかった、うん、ジャックナイフ壊しマシンガン、これガード、さあおっと安田よく絞れて、さあバルセロナ、あっとジャックナイフがスパコン追撃、あっと壊しマシンガン、これはスカル、さあマイガージャックナイフ誘ったが、しかしこれはバルドグ後がない、あージャックナイフ、おっとエアスラッシュで押していく、っとジャックナイフがこれを使って、さあクリスタル、おっとここはうまくいかなかった、 ARG 選手3立てを食らってしまった、勝ったのはユーベガ選手、さあ1回戦第1試合制したのはユーベガ選手 DJ でした。おっと抱き合います。さあ先制は慶応選手、手足を伸ばして近づけないように、近づけないように、フォークはじりじりと前を詰めていく、さあ前に出たぞ、おっとあーっとここは投げを食らって、まずは慶応選手、一本選手、マヤコンフォークどうやって近づくか、あーっと、ピョラされた、ヨガフェイム、ヨガファイヤーで、これはガード、タッチ強パン、さあ、おっと、これ、おつりを食らう、あーガードされた後がきつい、さあ、まず1人目、ダルシム、慶応選手のダルシムが勝ちます、マヤコン選手、2人目もホーク。前に出たぞ、前に出て、ここはトマホーク、おっとあーっと掴まれた、さあなんとかして近づきたい、場面端が近い、あーっとインフェルノで対空、これは全てヒット、さあ2ラウンド目、マヤコン選手がじわりじわりと、あーっと突き下ろされた、ヨガフレーム、さあ手足を伸ばして、とにかく近づけさせない剣王ダルシム、あーこれはだいぶは返される、さああっさりと2人目まで持っていった剣王選手、マヤコン選手、3人目は剣、さあ流れが変わるか、ヨガファイヤー取った、ヨガファイヤーで牽制する剣王選手、さあ打ち合い、竜巻でこれは飛び越えられず、画面端、あっとさあ、マヤコン選手前で、おっと、しかしこれは返されて、またもや画面端、ああ前に出たが、ヨガファイヤーの上に着地、さあ前に出たが、とこれは燃やされて、さあ剣王選手リーチがかかる、波動拳から
前に出た、さすがにこれはチューチューと、さあ前に出て、おっと投げられた、トップスピンから、しかしこれは痛い強パンチ食らった。ドガファイヤーで牽制牽制、さあそして画面端、おっとこっから、さあどう出る、あーん立ち上キック、さあ波動拳、マヤコン選手おっと前に出たが、これは立ち強キックで勝ったのは剣王選手。どうやって剣王選手をさばいていくか、ああ全身、これは下半身フォーク中足、さあ画面端に追い込まれて、シャベツ削って、じわりじわりと前に出ていくザンギー、あーっと飛び損ねた、ダブラリから垂直返されます、さああっと投げられた、オートチューン選手、一本選手チューンリーは、あと、グンゼ選手が飛んだがこれを伏せた、さあ前に出る、じわりじわりと前に、おっ第一、おっ弱中といった、さあ前に出たと、ここで持っていけず、さあグンゼ選手2人目の選択、またもやザンギエフで挑みますグンゼ選手、さあ前に出た、おっとスクリュー持っていって、さあバニシングで前を詰める、あースピング、おっとこれ外せー、あーっとグンズ選手2度チャンスを逃した、さあ前に出た、画面端に追い込んではいるがここからがきつい、あーこれは近づけない、グンズ選手厳しい表情、ここは押しつつ前に出る、これは垂直キック、さあ溶かされて、おっとコケにうまくバニシング合わせた、さあ前を詰めて戦列客、これはガード、さあおっと相打ち、さあ体力残りわずか、なんとか一発持っていきたい、あこれでスクリューが入れば決まりだが、あ中足刺さって前に出て相打ち、相打ち取られて、さあオトチュン選手2人抜きまして、グンゼ選手は3人目、誰を選ぶのか、グンゼ選手ザンギエフを選択、さあ前に出るが、前に出た、焦がしてスクリュー、さあ画面端まで持っていったぞ、そーっとスクリュー、しかし反対方向振り付けて、おっとここはなんとか、おフライングボディプレス、さあ途中1本取られた、盛り上がる会場、おっとビュッタ、さあバンバンバンと来て、あーっとバニシングうまく合わせて、はいガーッと投げられた、ここはチャンスを逃したグンゼ選手、さあリーチがかかる、ラウンド3、じ
じわりじわりと前に出て、さあこれはスクリュー、あーっと転照客、あーここはもう飛び込めない、あーバイシング、ここ狙われた、痛い、あー取りました、オトチュン選手ストレート下したのはオトチュン選手。さあ先制はサマーソルトから、サマーソルトこれ使って、さあおっとフォーヒット、まだピオラズ、あーっとここでピオった、痛いスリヒット、あっという間に持っていかれた、オモダブランカ、まずは一本先制、さあリバーランから裏に回って、裏に回って、裏に回って噛みついた、あーっとここされて、あっよく技には至らなかったが、スタートがない、このまま持っていかれた、あっさりと1人目を倒しました菰田選手。さあ2人目もガイル、画面端でソニックソニック、マジョンリバーランで様子を伺う、ガナシオ、おっとサマー、さあ画面端、おいこれでとローリングから神ソニック、この下をくぐる、さあ立ち上がって、画面端の攻防、中央に逃げて抜けて前に出る、ソニックを縦に、あっと裏に回ったり表に出たり、さあソニックだけ、あっとムエタイで落とす、あーっとこれは狙ったのか、無敵選手、飛んできたところを強化的に迎撃、相打ち OK、 無敵選手、さあリバーランでソニックの下をくぐって、前に出るのは菰田選手、ソニック、ソニック、ソニック、おっと、ムエタイと、2対2ヒット、あー、そのまま前に出て、長田神、あーっと、電撃に足を出して、さあ、2人目まで抜かれた無敵選手、3人目は誰を選択するのか、当然のようにガイル、さあ、ここまで一方的な展開。サマーで、から、あーっと、カム、おーっと空中投げ、カム、さあ、そういった相打ち、前に出るのはフランカ、中足で追っ払って、ソニック、おっと、リバーナをサマーできる、あっ、あー、ムエタイ、さあ、無敵選手が1本取って、ここはなんとか勝ちにつなげたいところ、おっと、マイステップからバーチカル、さあ、チュー、チューときて、前に出る、リバーランから、チュー、カミ、ジャック、カミ、カミ、噛まれまくった。スワット、素晴らしいソニック、あー前に出る菰田選手をなんとかしても追い返したい、無敵戦、おっとバックステップが異様な当たり方、さあ前に出て、ソニックで追い返す無敵選手、大気が詰まる攻防、画面端へとソニック、あっとタムプラに噛みつきに行った、ここは取りました、無敵選手なんとか盛り返す、
さあ、駒田選手は2人目を選びます。2人目もブランカー。さあ、足で転がして裏に回ってフォーキット、バンバンバン。さあ、画面端、もう残りがない。スローリング、ここは削られて、さあリーチ、さあリバランから、あーっと神、そして、おー、リバランサマー。さあソニック中大地落とす、ここして、さあブランカが前に出る、おー、リバラン、これは助かる。あーっと、一瞬の隙をついてフロントステップから噛みつき、勝ったのは駒田選手。ジャズスキー、さあ張り手、どうすい、相手の手方を伺う下がり方。さあお互いの画面端で相手の手方を待っている。さあ待ち勝負、どちらが先に攻めるのは。さあじわりじわりとバルセロナ、これはガメン端、あゆち。さあおっと、これを待っていたか。さあ時間切れ、一撃必殺を狙っていた野口選手。バルセロナ、バルセロナ、おっとこれ落として、ドスコイン、バルセロナ、ゲージが溜まった。ここからスパコンが決まれば一気に持ってきそう。さあロリング、クスモード選手、どうやって攻めていくか。さあ画面端にじわりじわりと反対側に行って、張り手からおっと画面端に寄ってった、しかし寄せつけない、野口選手が取ります。さあ楠本選手2人目、本田。ダメ足、先ほどと同じようなコボ、おっとバルセロナで先制がバルラブ。さあ徐々に徐々に、これをあっとバルセロナ。さあバルラブまだ無傷、攻め上げている感のあるホンダ、じわじわと前に出てローリング、これ当たらず。さあ一気になんとか持っていければいいんだが、しかし触れることかなわず。あっとバルセロナ、これは連続してローリング、さあもう体力がない、この体力差どうやって埋めていくか。続きなかなか前が詰められないホンダ、これはつらい。さあバルログで2人目までも倒した野口選手。
そしてクスモの選手が3人目に選ぶのはホンダ。さあここまで厳しい戦いを強いられているクスモの選手、どうやって追い込んでいくか、どうやって攻めていくか。おっと連続ブラス、これは画面端、さあ得意領域、うまく前を冷たいが、あーっとピヨった。おっと、あーどすこい、これは待っていた。あー最後はクリスタル。さあリーチがかかる野口選手、ファーストアタックバルドム。おっとスカルト、落として、あーっと投げられた。なんとか前に出たい。さあ画面端にいるはいるが、どうやって、おっとじわりじわりと、おーっとタッチ強化ヒット、ごっそり持っていった。さあなんとか逆転に持っていきたい。100巻から、おっと100巻、これは落とします。さあ相打ち、前がじじじと詰まる。おっと叩き落とした。さあ掴みから、あーっとテラテラ、おっとパンチで落とす。さあお互い同じぐらい、おっと張り手がヒットして、さあ削っていく。おっとバルセロナこれを落とした。クスモンド野口選手2人目は、おっ2人目もバルログを選択。また再び牽制牽制、お互いを誘っている。前をじわりじわりと詰めて画面端、おっとバルセロナ落とす。さあここ落としてテラテラ、これは確実に持ってくる。さあバルセロナクリスタル、なんとか持っていきたいところだが、野口選手もここはバルセロナで落として、さあ野口選手リーチがかかる。バルセロナ、バルセロナ、おっとサンクトビー、ここはうまく逃しません。ホンダ、あーっと掴まれた。さあホンダが体力が余裕があるな。ホンダ牽制しています。相手の攻めに対応する形、あーっとここでスーパーコンボ食らった。おっと鬼武装、さあ裏に回って、おーいちょー見事に持っていった。はいよ、じわりじわりと、おっと右へ左へと、お互いゲージが溜まっている状態。お、残りかなり減った。さあ焦がしたぞ、ここからとテラテラ、あー鬼武装これを持っていったか。こうなるとつらい。
あ、時間もない。ここはどうしようもなかったが、素晴らしい戦いでした。勝ったのは野口選手。IWGP 世界ヘビー級タイトルマッチ、3番地から追い込んで、おっとゴチゴチと、さあ、ラックからダッシュから、しかしクレイジーダッシュグランダー、おっと相打ち、選手しているのは辻井選手。おっと、八強版の先生飛び込んで、ゴチゴチと来て、おっと、もう一回ゴチゴチ狂ったように攻めていく。さあ、お互いゲージが溜まった状態、ワッパラヘッドからっとスパコンで、これは確実に持っていく。さあ、画面端ダッシュランで近いで、ここは逃さない村橋バイソン。さあ、クラッシュバイソンを掴んで、あと本田通じバイソンがバイバイバイソン。さあ、ここで持っていった通じ選手。さあ、まだ行く倉橋選手バイソン。第2試合、さあ、ゴチゴチ投げて、あっと掴み返す。さあ、前に出る、おっと投げて、お互いの位置を入れ替わって、ここは掴み切った。あっと痛い。さあ、ゴチゴチ、もう半分ない。さあ、掴み返して、ワンパンチ、ダッシュグラウンドから攻めていく倉橋バイソン。さあ、画面端、あっと掴んで、あーっと取り返した倉橋選手。おっと、先に出たのはトゥージー選手。さあ、倉橋バイソンがここから、おっとスリヒット。さあ、前に出る、おーっと画面端、追い込まれている通じ選手。さあ、ゲージが溜まったぞ。さあ、クルージングに入ったか、前に出て通じ選手が、あーっとジャック連打からスパコンまでつなげていった。一瞬の隙が全てを持っていってしまった。おーっと、3人目を持っていってバイソン、なんてったってバイソン。さあ、ゴチゴチゴチ、あーっと、あっという間に体力がもうない。あっ、セットから、あっと、ここはリバーサルのクレイジー、そしてシャンチュー。さあ、リーチがかかる、ツージーバイソン。おっと、ダッシュグランド、倉橋バイソンが前に出る、短パンチ。さあ、通じバイソンが攻めに入った。おっと、こかしてヘッド。さあ、ということで、しかしここはクレイジー、なんとかして取り返したい。ダッシュグランドから、おっと、さあ、あと倉橋バイソン、おっと、ヘッド、クレイジー、あー、持っていった、そのまま持っていった、ツージーバイソンが勝ちました。勝利したのはツージー選手。
体力がないのは梅原バイソン。川島バイソンが前に出る。相打ち。さあどうなる。お互いゲージが溜まっている状態。そしてクレイジー。日本選手、川島選手。川島選手が前に出る。コーチを投げてもう一度画面8。さあそしてまたもや掴みに行って、まず取ったのは玉島選手。さあバイソン、またもやバイソン。さあ仕方がないのでここでオーバーの数を数えろ。さあゴチ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 とどんどん攻める。おっと、そして最後アピール。さあ短パンチから攻めていく川島選手。おっとダッシュランダッパとゴチゴチ。さあゴチゴチまだ投げる。おっとまだまだ投げる。あれを投げるか。最後まで掴み切った。クリンチクリンチ。さあ玉島選手が2人目に選ぶのはチュンリー。さあ玉島チュンリーが上原バイソンをどうさばくか。OK、そして白熱戦列カプラッチャーから、おっとこれガードできず。さあまだバイソン触れられない。白熱が速い。あー戦列逆。さあ前に出る。おっと前に出して画面端追い込んだ。オーケー100列。さあ歩き戦列、これはガード。相打ちでこかして、あーっと気候圏気候圏。さあゲージ2本目溜まりました。あーここは持っていった玉島選手、通りました。さあ梅原選手は次に選ぶのはこの後を考えて龍。持ってきたのは龍。さあまずゲージを貯める。前に出て、おっと画面端追い込んで、ここは確実にごっそりと持っていった。ファイヤーハードで落として、さあ前に出る。ゲージが溜まっていく。さあもうゲージ溜まった。まずは1回目シンクハード。さあゲージが溜まった。おっと投げる竜巻で反対側に。さあ画面端、あーここは戦列飛ばして投げ。あっと当たってしまった。さあ玉島選手、おっと昇竜拳で返して、さあ追い込んだ。波動拳波動拳波動拳、波動拳でどん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 と。さあチュンリーが危険だ。今度はうん前が詰まって、そしておっとおっと竜巻で裏に回って投げ。
さあ梅原選手が取ったことで玉島選手が次に出してくるのは、出してきたのはバイソン。これで蹴りをつける。まずはファイヤー波動、鎖骨からファイヤー、中足ファイヤー、鎖骨、そして前に出て、あっという間にまず一本選手、高橋ランド、短パンチ、短パンチ、昇竜、竜巻からそのまま投げて、おっと受け身は取れず、鎖骨投げた、波動拳、さあゲージ溜まった、発射準備完了、おっと投げた、あとここからは分からない、表からの連携で取り返して 1-1。 さあ波動拳、波動拳取れて、ターンパンチ、ダッシュランド、あとさあゲージ溜まって、バイソンが前に出る、昇竜、あっとさあこれで分かんない、あーっと取ったのは玉島選手、バイソン、チュンリー、バイソンと持っていって倒したのは玉島選手。選手が前に出て、シャーム曲からスタート、前に出た、さあ打ち合いだ、スタンから前に出て、アニキンがこれ波動拳で足払い、昇竜、おっとさあピオール直前、あっとタイガーショット、前に出て、アニケンが踏み込んで足払い、さあ溶かして、まるでスーパーサガットのようなタイガーの打ち方、さあ前に出て、歩きやっぱカット、昇竜、あーっとこれは投げられた、流したタイガー、下タイガー、下タイガー、下タイガー、垂直なくて、おっと相打ち、さあ兄貴画面端、ここからじわじわりと前に出て、さあ今度はやってやった、兄貴が勝利を決めた、取っているのは兄貴、まず一人目、さあおっと兄貴が足負けで逆に出る、さあ波動拳で画面端に追い込まれた矢谷選手、さあ波動で閉じ込める、なんとかここから脱出、投げる方向間違えたか、おっと長田投げ、あーっと2位で出たところを持っていかれた、相打ちだ、関係が前に出る、あーっとパカッと、おお圧着で
さあ、あとがないじわりじわりと前を詰めてで、タイガーでヤヤ選手が取ります。さあ、1-1な、前に出た、あっと、秋昇龍掴みに行った。昇龍拳、昇龍拳がタイガーパカット。さあ、と、剣、あー、剣前に出たが、しかし、おっと、うまく前を見切って投げた兄剣。さあ、兄剣が取って、いや選手再びサガット。波動拳じわりじわりと、そしてマインドルが、これはゲーム機、あーっとアッパカット。カーチ教官、あーっタイガーアッパカット、これがあるされる。さあ、こちらキック、シャーミコキックときてタイガーショット。あー、ここは待っていました。タイガーショット、おっと飛び損ねで画面端に追い込んだ兄剣。おっと、その投げ肉シャンプから、さあ兄剣が、あっとファイヤー昇龍で追撃。あっ、昇龍、これは読み切っていたか。波動拳タイガーショットで押し返す兄剣が、画面端を追い込んで昇龍拳、あっとサガット前に出る。飛び道具、これをうまく、あっと飛べなかった。さあ、前に出たぞ、あーっと、さあ、最後に昇龍拳、取ったのは兄剣が取りました。慶応選手、ダルシン、マーザスカレット、バルセロナ、おっと、これガード。さあ、ヨーハイは第一詰めていく、あっと持っていって1本目、ユベガ選手。さあ、掴みからスライディング、バルセロナ、おっと、これガード、あっと、バカになる、これガード。さあ、落として、あー、スライディング止まっていた。どう、ゲージは溜まっているが、画面端になんとか追い込んで、さあ、ここでインフェルノ、あっと、スライディングから、これはジャンプでかわした。ユーメガ選手が1人目取りました。相手の出方を伺う、はい、黒、これを取った。さあ、掴んで、そのまま前進して
さあ画面端に行ってドリルからおっとテラー、そしてバルセロナ、これガードされたバルセロナ、おっとちょっと落として投げ返す、テラーテラークリスタル、おっとユーベガ選手ショップで落として、さあ前に出るぞバーセルナ、これも落とした、さあ掴みからノースファイヤードリル、インフェルノヨガファイヤー、ヨガフレイブ、おっとってら、あ、はい、スローテラーがキャラクティスタル、そしてオフト、あーここは取っていきますケオ選手、さあマルチョップで前に出たジャックで落として、あと投げられた、確実に削っていく、そしてバルセロナ、ここはあタチキオパンがヒット、あーっと相打ち、厳しい戦い、ユーベガ選手がこれで2人目抜きます。果たして勝算はあるのか、バルセロナ、おっと深く入ったクリスタル、おっと裏に入ってバルセロナから、おヨガファイヤー、さあしかし攻めきるのは難しいとバカになるんだった、さあリーチがかかるユーベガ選手、どれで入って、あっとヨガファイヤー、さあ画面端掴んでヨガファイヤー、ヨガファイヤーで、さあ画面端まで追い込んでドリル掴んで、さあここはなんとか取り返したケイン選手、倒しておきたいところ、バルセロナ、おっとこれは落として、しかし投げた、シューシューと入って画面端、おっとスカイハイがヒットする、さあもう体力はわずか、おっとヨガファイヤー、さあこっからだ、あっとさあどうなる、おっすかして、あうまく取っていったケンオー選手、なんとかここでバルログ1人目を倒した。攻めていく、掴みから、さあこの後の連携、おっと投げ出された、バーセルナ、おっとこのショット落としてドリル乗せてファイヤー、さあフレーム、あーっとここはさばききれなかった、ケンオー選手が1本取ります。相打ち、しかしそのままもう一度バルセロナ落として、テラー、あっと痛い、これは痛いのが入った、おおハイクロー、いやー絶叫こだまする、あっとバカになる、おっとしかしバカになるが掴み入って、さあまだ、あっとユーベガ選手リーチがかかる、画面端テラー、そしてバルセロナ、これはガード、バルセロナジャークで落として、口ガード落とした、巧みにチョップを落としていく、さあドリルからインフェルノ、まだ
あ、バカになる。あーっと、これ食らった。しかし途中がガードして、これはこれは痛い。いっぱい来した。ほんと挑発、挑発には乗らない。ゆうべが選手、挑発には乗らない。ベガで来いよという慶応選手に対し、バルログでとどめを刺しに来た。しかし調子に乗っているのは慶応選手。おっと、バカになる。さあクリスタルが相打ち、あーテラ。おっとクリスタル、あーっと再び、あーっと挑発の限りを尽くす。あー、これは痛いの食らった。さあそしておっと、しかしテラ、さあお互いがリーチをかかった状態。あーっとブラスト、これはうまく端っこ当てていく。あーっとブラスト、これはガードか。しかし慶応選手倒されてガードか。しかし慶応選手倒されてしまった。勝ったのはゆうべが選手。アイチからスタート。おっと、めぐりが入ったか。ポーケン、ロング、さあ前進するコモダブランカ、リバーランからチューチュー、ローリング、これは綺麗に入った。さあまたもやアイチ、この選手がじわりじわりと画面端、そして噛みつき転焼却。さあ軌道圏でじわじわ溜まっている、じわ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 と前に中足で迎撃。おっとリワラン噛みついて前に出る、戦列で削った。あーっと冒頭中選手が取り返します。いちいち、画面端行ったのは小室選手、ブランカー。さあリバーランからチュー、おっと検証客、これ当たって、あーっと大ヒット。前は詰まっているが、噛みついて、さあ、小室選手、ここから。おーっと、後ろに回ってから戦列。一人目取ったのは、オトチューン選手。さあ、小室選手、二人目もブランカ。さあ、前進、噛みついて。ブランカが前に出る、落として、さあ噛みついた、飛行圏で追い返して、さあ飛行圏前に出て、おっと2ヒットで止まって、しかしローリングヒット。あー転焼却絡まっています。さあリバーランからチューチューローリング、あーっとここはもうごっそり持っていった小室選手が取り返します。さあオトチューン選手2人目もチュンリー、おっとシューキックで迎撃。さあ画面端追い込んでいくが、
後ろに下がります。チェンリー前に出て、コムラブランカが、あーっと前に出た。これは転勝客、あー戦列客でマッピーだ。リバラン、そしてメグがさあっと転勝客返してみます。さあ投げて冒険、冒険をうまく飛んで噛みつき前に出て、おっと転勝客飛んで冒険、あっとおっとそのまま噛みつき、起き上がりに噛みつきに行きました。このダブなんか、出る。さあ、おっ、ここは噛めず。さあ、メイクルが入って、しかし、前に出るコモダブランカ。途中はなんとか遠ざけて、さあ、ゲージがもうすぐ溜まる。溜まったが、噛まれて、画面端、戦列が、これはクリーンヒット。2人目制しているのは、オトチュン選手。あと水星チェンリー転勝客前に出るところ飛行圏で落としていく。リザランバックステップローリング、さあとりあえず様子を見て、この選手がとまず、おっと前に出たが、これは踏んでしまった。前に出るよ、冒険に阻まれる。さあこれは攻めたいところだが、戦列削り切った。これでリーチがかかる。オトチュン選手、冒険中足、冒険冒険に行く手をはまられる。コブラブランカー前に出て噛みついた。さあごっそり持っていくよ、スピニング、しかし噛みつく、ジャックジャック得点。おっと戦列、あーローリング、これは返される。あっと痛い。さあお互い体力同じぐらい、前に出る、さあこれは出なかったか、さあこれは出なかったか、制したのはオトチュン。ここで、そしてさあ掴みに行った。レッグ客、しかしこれはヘッドで落とす。レッグ客アッパー、おクレジーバッハをなんとかかすった。相打ちになって通じる選手一本先制、相打ち、ダッシュグランドで前に出て、ダッシュグランド、そして後ろ下がる。おレッグ客、しかしこれはヘッドで、さあ前が詰まって、ダッシュグランドアッパーからゴチゴチと掴みに行って、おっと投げた。さああっとここ反撃、おっ新客、さあ裏に裏に来たかと思ったが、しかし掴まれた。野口選手2人目にはバルログを選んできました。バルログ選手、バルセロナで、さあダッシュグランド、タッチ強盤つないでターンパンチ、これは焦がされる。相打ち、バルセロナ逃げて、おっレッドで落として、さあここから詰めていくクレイジー、
くと、あっ、スカルト読めた。そのまま削り切って、野口選手1本。おっと、なんかあった。バルセロナ、これは怪しい。前を離して様子を見る。ヘッド、これは当たらず。投げて前に出る。おっ、さあ掴み、こっからどうする。掴んで、さあ前、できるパンチからグザッとダッシュ。おっと、出して投げて野口選手が取ります。さあ、通じ選手2人目。先制からいきなり、おっと、ボールの中足、バルセロナ、前を離して、おっと、前に出た、さあ、つかみから、おっと、ここは投げた。まあ、こんで持っていく。これは全部減らします。野口選手が1本下げ取ります。お互い純正で両勝負。バルセロナ連発。おっと、これを見事とした。ダッシュブランド立ち強感。強い純正ですが、前を詰めていく。おっ、一方的に打ち勝つ。さあ、これ掴みで、これは避けますが、しかし再び掴まれる。さあ、ガーッと成人選手はここは取っていきます。バルセロナ、バルセロナ、さあ、ダッシュランドに追いついた。画面端、追い込んで、さあ掴み、あっと、スカルト。グランダッシュアッパーからヘッド来たが、しかしこれは食らず。さあ、バルセロナで飛び回る。あっと、バトンに捕まって野口選手がこれで2人抜きます。ノーミス選手が、しかし通じ選手が投げに行く。スライディング、さあ画面足、おっと、ダッシュランド、ここはテラテラ。バルセロナ、バルセロナ、バルセロナ、しかしなんとか守りきる通じ選手。さあここで、おっと、有効だが、先制で、あっと前に出た。強い選手がヘッド、ここは逃さない。おっと、掴んで、あー、グランダッパーからヘッドで、これに当てを出した野口選手が次のキャラクターを選びます。バルセロナ、ここで攻めていって、つかみ、あっと、つかみ、正面からダッシュランド、そしてヘッド、ダッシュランドアッパー、あーっと、ここは持っていく、スウェーデン選手が一気に持っていった、さあ、リーチがかかる。バルセロナ、バルセロナ、バルセロナ投げて、おっ、このスリーヒットから、
さあ体力差はあるが、こっから一気に持っていくのがバイソン。あっと、さあバルセロナのこと、おっ、ここはうまくヘッドで、あーっと、マクもうまくヘッドで、あーっと、マク持っていきました。勝ったのはツージー選手。飛び道具の打ち合いから元ちょっとペースが乱れたか、波動拳で押していって画面端、ここはうまく飛び越えていく昇竜拳。昇竜拳、隙が少ない拳の昇竜拳。前に出る玉島チュンリー、三拳が竜巻から、おっとここで勝利。さあ考えた末に選択するキャラはチュンリー。再びチュンリーで勝負を挑みます。何か生産があるのか。しかしところ、おっと勝利、無駄にこれは回れず、キャベツ足技でガツガツと、あっと勝利。マインドで、おっと投げた、これは受け身取れず、あっと歩き戦列は、ここは立ち切ってくれ。光景を飛んで、おっと、相打ち。さあ、玉城チームがジャクジャクジャクときて、おっと、昇竜拳で勝った。波動拳、これにはヒット。あっ、さあ前に出る昇竜、波動拳から、この昇竜、おっと昇竜でパー、あっさりと持っていった二拳。ここでバイソンを持ってきます。おっと後ろに下がりながらも、おーっとピヨッタ3パンチ、おっとあっという間に1本取ります。さあ玉島選手本領発揮できるのか。さあ掴みに行って画面端、逆にバイソンも掴む、ダッシュランド、ダンパンチからダッシュランド、そして掴みに行ってファイヤー昇竜、これはそのまま持っていった玉島選手が今度は取り返します。さあ兄貴選手2人目、足を背負ってダッシュグランド、ダンパンチから八強パン、追い込まれたが、おっと波動拳、ここから掴みに行った。さあまた掴みに行った、ジャグ昇竜足払い、おっと、あっ、ジャグレーザーそのまま掴みに行った、玉島バイソン。さあ波動拳じわじわと前に出て、波動拳、ちゃんと大きくね、うまく溶かして一文字蹴り、おっとダッシュランダッパー、さあおーっとリバーサル勝利、攻め込みに行ったところうまく返します。3点勝利拳、足払い勝利拳、これはうまい、アニケンのペースにはまっていく。おっと何が起きた。さあ牽制牽制牽制、
ここは制しました。アニケンが2人目で止めました。勝ったのはアニケン。はい、ユウです。ユウ、スト2はもうあの最初の初代のスト2の頃から、まあ、コンピューター戦だけなんですけども、対戦やってます。対戦はターボの頃から。ごめん、そうですね、あんまりちょっと優勝した経験がないもんですから、ちょっとそろそろもういい加減、もう長いことやってるゲームなんで、優勝させていただきたいなと思っております。あ、オトチュンです。はダッシュの終わりぐらいからちょっと地元のゲーセンでちょっと触り出して、そうですね。やっぱこれだけのメンバーが集まって、なんかそのね、個人戦やるとかっていうのそう今までなかったんで、もう本当、まあ、力出し切って目いっぱい楽しめたらと思ってますけど、まあやっぱそれで最終的にまあ多分優勝するのは僕だろうと。準決勝第1試合、相打ち。安田と飛行機打って、さあ前に出るのを伺う。前に出たのはオトチューン。飛行機戦列が溜まって、おっとそのまま前に来て、ここで戦列、これはガード、おっジャックナイフ、まあっとこれ待っていたか、あーこれは全部入った。フォークのヤスラー打ち合って、さあどちらかが前に出る。ゲージが溜まったチュンリー、前に出て画面端、あー中足にこかして、しかし転送却、中飛行圏、そして戦列抜けた、おっとスパトン、これはガード、ヤスラ、あっと気候圏で落とされて 1-1。 あっ、水中ジャンプキックで落とします。さあ裏に回って、探しマシンガン、それガード、前に出た DJ、 ヤスラ気候圏打ち合い、さあ裏、あっとチュンリー前に出た、そのままセンスヒット、検証客まで持っていく。さあこうなるともう攻めていかざるを得ない。ユウが DJ、 チュンは再び後ろに戻る、ここで戦列、さあ時間がない、相打ちになって、オトチュン選手が1人目、時間がない、相打ちになって、オトチュン選手が1人目、ルーベガ選手のベガ、チュンがおっと、投げ返した、レッドプレスター。ユーロ選手もディユーリバース、おっ戦列権が出た、中盤ジャッキー教育、おーバックジャンプ、
思わず手を出してしまったオートチューン。前に行って、さあ画面端かかっとったら停車、これは中間。さあ飛行圏、ベースが保つなチェンジ投げて、中強。さあ前に出た、裏に回って貢献、あー戦列角投げて、ここで1本取り返す三浦選手、なんとかチンに倒しておきたい。あーっと、さあこれは痛みのブロッカー、スリヒットヘッドから最高、あとこれ落とされた。さあお互いゲージが通ってディビルガス、さあ安全着地、おダブルに、さあこう迎撃してどう出る、投げてきた、投げてきて、さあこう迎撃してどう出る、投げてきた、投げてきて、オートチューンが取ります。エアスラを飛んできたところを狙って投げる、さあ投げた、飛行圏うまく読んで飛んで、さあ画面端、前が詰まって前に出た、あーそっカニバルはこれは戦列、さあリーチがかかる、裏にスピン、おっと転送客、ジャグジャグです、これを読んでいた、飛んできて、さあ前を詰めたわ、いいがここからどうする、あーっとスキッキを伝えた、画面端戦列角、こうなるとつらい DJ、ここはガウシュ、さあっと逃げキック、ここに手を出し勝ったのはオートチューン、ここはガウシュ、さあっと逃げキック、ここに手を出し勝ったのはオートチューン、オートチューンが勝ちます、オートチューンストレートに。夏時ですね、そうすると多分タオ対戦ちゃんとやったのは気のみ平和上等で アニケルです。そうですね、これだけのメンツが集まったんで、はい、ぜひ剣で勝って、剣で勝って、はい、僕がナンバーワンということを、そう、はい、おっと先生からいきなり掴みに行った、また掴んだ、さあハートでちょっとタイムラグが出たか、ダッシュランド、さあ反撃で台が、しかし岩田昇龍、あーっとこれは全部食らってアンケン選手がまず取ります、ダッシュランド、おっ昇龍、波動拳鳥かご状態、ダッシュグランドでカンパンチ、オートスチ、あー勝利これに当たらず、カンパンチ、ダッシュグランド、カンパンチ、カンパンチ、
さあ体力がない、あっとファイヤー昇竜、あーしかしここでうまく攻めきれなかった。さあわっダッシュグランドで端っこ脱出、さあこの昇竜は痛い、昇竜しかしこれには手を出さず、まず1人目抜いたのは通じ選手、そしてアニケン選手2人目も剣、ヘッドで波動拳抜けてワンパンチからちょっと波動拳で追い返していく、そして前に出る、あとこのヘッドからだったこのヒット、あっと昇竜の後つかまれた、波動拳で前での昇竜拳、これ単パンチヒット、単パンチ再びヒット、さあ画面端、これは怖い、ダイソン単パンチヒット、ダッシュグランド、あー前に出たかったが、しかし通じ選手が2人目も抜いた、さあ二軒選手、おっと3人目も剣、なんとか取り返したいところ、さあ掴みに行ったぞ、足払いから、うんと勝利、ダッシュダッパーヒット、あーっと波動拳、さあ牽制技を出しつつ、あーっとシャンコック、これヒット、おっと掴んで、あーしかしリバーサル勝利、相手が取り返す、あーもう一本なんとかしたい、シンプルから波動拳出して、あーダッシュグランドヒット、波動拳一文字蹴り連発、あーっと昇竜拳、ここでクレイジー、これは前段ガード、トップスピン、あーっと投げに行った、ここはしのぎます、アニケン、ダッシュグランドの先生、さあ飛び込んで、これはおっとガチガチときて、ダッシュグランド、あっワンパンチでこれは剣に行って、あーしかし食らってしまった、さあバイソンにいい位置がかかる、おーっと先生が掴みに行った、あっここまでは先ほど見たような光景、おーっと掴んで中足昇竜、これには手を出さず、さあビヨッタバイバイバイソン、ここは来た、さあビヨッタバイバイバイソン、ここは来た、食らってしまいました、勝ったのは通じ選手。3位決定戦の前に何か一言ずつお願いいたします。ちょっと悔しかったですね、非常に残念でしたが、神の二択が、ね、むかつくね最後兄弟対決かなと思ったんですけどね、力出した、はい、もういっぱいいっぱいです、まあじゃあ3位決定戦頑張ってください。ゆうやさんどうでしたか。そうですね、ちょっと今回 兄も弟も倒したかったんですけど、弟に負けてしまったんで兄だけでも倒してじゃあもうここはぜひ兄をぶっ倒して、恨み晴らしてください。それじゃあ、3位決定戦の方を行いたいと思いますのでよろしくお願いします。
うまく裏に入る。で、竜巻から、おーっと前向く画面端、足払い、昇竜拳、昇竜拳、さあ、おーっと足払い、これがもっと早く出ていれば、さあ、ダブに、裏に回って、これを投げます。さあ、ヘッドプレス、波動拳、立ち強キック、あと相打ち一発両ゲー昇竜拳し、ここはうまく見ています。ゆうべがちいち昇竜拳から波動拳さあ前に出る最高裏に回って投げる下に回って投げるタイガーに行った。タイガー離れている。おーっとダブニューアッパーでさあ最後に当たって、さあゆうべが一人抜き、まず二人目も剣。波動拳の前に、まさにじわりじわりと前にネットをおっと落として、さあ前に上回って、さあ入れ替わった昇竜、あと昇竜拳、ここはあーしかし攻めざるを得なかった。今のはあっと裏に回った。さあ画面端裏回りホバー波動拳、さあキックでよっと牽制してそのまま投げに行きます。チッチ波動拳キックで、さあ掴みに行ったぞ画面端、もっともう一回次に進めるか。さあ入れ替わった、入れ替わって、しかし波動拳で押していく、まっすぐがない。ダブに昇竜、さあこっから、あっとこれはきつかったか。兄拳が取ります。さあ次に出してきたのはゆうべが DJ。 前に出たところ、ここはシャンケンプレーとします。やすら、おっと、さあ前を詰めたぞ、掴みに行った、おっと長田投げ、スライング使ったところそのまま投げる、あと中キックからまだ投げる、足払い、そして投げる、あっさりと持っていった兄剣。さあ最後誰を出すのか、最後 DJ で、おっとうまく読んで裏に回って、壊しマシンガン、あーこれが当たってしまった、また画面端、ここがきつい DJ、 スライムで投げて、あ
投げてまた画面端、ソワットカーニバル、これはあーっと今あってそれを投げていった。レスラー、レスラーとカドウケ打ち合う。あっと前に出た DJ、 よくスカッシュスライディング。さあそして飛び道具、こっからファイヤー昇竜、お投げて、あーっと、かされた。さあ、ユーベガが取り返す。そして、ケン。おっと、ファイヤー昇竜、よかった。さあ、波動拳で押していく、前を詰めて再び飛び道具、ファイヤー昇竜、うーん、そばったカニバル、これ2発まで、おっ掴みで、また掴み、さあ最後まで掴み切った。そしてアピール、このところ、え投げて昇竜、三浦に回らず前にファイヤー昇竜、あっとこれは投げました。ドミドーグ試合、先に前に出た三浦、しかしこれは昇竜と食べる。前に出て昇竜拳、おっと、あ、ダメ発し、 DJ が、あっ読み切って飛んだが、さあ中央に飛び道具打ち合い、波動拳で押していく、おっ中央で壊して、おお投げた。さあ、エアサに当たった、体力リードしてるのは DJ、 あーっと、あのバックジャンプが、バックジャンプが面を開けました。やってはいけなかった、心の弱さが出てしまったか。さあ3位に輝いたのはアニケン選手、ひとまず3位に輝いたのはアニケン選手です。おめでとうございます。意気込みなど、じゃあ先に課長選手。そうですね、一応僕の中では大会において X 界最強はやっぱ通じだと思ってるんで、まあやっぱその男を乗り越えて今度は僕が頂点に立ちたいと思います。あのもう頂点に立ってると思うんですがまあじゃあとりあえず改めて倒して頂点に立つということで、頑張ってください。でその噂の最強の通詞選手、意気込みを一つお願いします。しばらくそうですけど、前となかった時間で、感謝しつつボコる、これをテーマに、じゃあ頑張ってください。それでは決勝戦の方をお願いいたします。最強ホンダが倒すのか、そしてバイソンがボコるのか。前が詰まって相打ちに、さあ打ち込む、おっとこれ抜ける、ハンパンチからヘッド、ヘッド、そして掴みに行った、
迎撃体勢バッチリ。どうすこい、おーっとタンパンチ。さあ先制したのはツーリー、バックジャンプ相打ち、裏に回って、うん、シャッカン、シャッカン、おっとキッキー。さあこうなると余裕が見えてくるホンダ。あーっとしかし体力はガツガツと減らされていく。もう余裕がない。おっとしかし貫通、ドスコイが貫通していった。おっとシャッカン、これはヘッドで落とします。さあ本田が前に出て、これヘッド、どうした。さあ画面端スリーヒット、クレイジー、あっとヘッドで。さあこれでどうする、バイソン攻めてくるのを待つか。さあドスコイ、ドスコイ落としてタンパンチ、落ちたところにタンパンチを重ねて 2G バイソン、まずは1人抜き。さあ余興は終わったと言わんばかりにメインキャラクターチュンリーを出してきます。テンション投げて、おっと刺して投げる、画面端掴んで、あーっとさっくりと持っていった。さあ飛行機を飛んで掴みに行って、ダッシュグランドから、あーっと狙ったが、おっ前に出てセーフ、これはこれは避けて、そして後ろから立ち強化。さあ何かこうあっさりとここまで来た2G バイソン、どうするか。ドトチュン、チュンリーで最後の一人はチュンリーを選びます。ラウンド1ファイト、ゴチゴチと、おさあオトチュンが攻める、飛行機に落とした、あとテンションさあ、そしてチーズとここで仕込みます。まず1本、これは盛り返さないと後がない。投げて、さあ前にできたツージバイソン、しかし気候圏で追い払って投げる、ダッシュグランド、おっと戦列ヒット、クリーンヒット、ツージーバイソンが、まあ、ここで抜かれて2人目、何が来るか、バイソンか、2人目のバイソン。ラウンド1ファイト、集中、前に出てくる、さあ、相打ち、おっと、うまく回してみます、チュンリー、前に出てバイソンが、おっと、しかし。さあ画面端からダッシュガード、戦列権、これはガード、ヘッドで落として転移症を透かしたところ、おっと掴みいったか、ヘッド、あー踏みつけ、あー飛んで、おっと投げた、ピヨったところに3段決めてダッシュガンド、さあ反撃、ものすごい持ってった、
ここでリーチがかかります。オーケー。ここからシャブレツーヘッド。さあ前に出て、ダイソーが前に出る、どんどん前に出る。戦列、おっと前側に当たる、当たる、あー抜けていって、まだ分からない。これが運命だ。あそこでやってしまった。まだ分からない。これが運命だ。あそこでやってしまった。勝ったのはツージーバイソン。ツージーバイソンがこの最強決定トーナメントで1位に輝いたのはツージーバイソン。おめでとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、狙い一応狙い通りの展開になってたみたいで、やっぱりその火入れてくれたのが途中だったんで、それでちょっとこっちも気合入って今決勝に当たれてよかったね。まあ全員やっぱこれだけ長い間やってるってことはそれだけライバルがいないからだと思うし、逆にライバルがいるからこそ頑張れたっていうのがかなり一番大きいと思う。まあ次やったらまた勝つんで、まあかかってきてくださいね。優勝以外ははっきり言ってもう1回戦負けと一緒なんで、もう全然やっぱりちょっと達成感はないですね。やっぱりこれだけのメンバー集まってその緊張感の中で大会ができるっていうのはすごい本当もう嬉しかったですし、これからやっぱちょっと通じ、上に行けるようにちょっともう本当もう通じバイスナーぶっ殺します。ありがとうございます。まあ、力は全部出しましたからね。もうそれは仕方がないですね。目に見えない駆け引きが多いゲームだと思うんで、それだけやりがいもあると思うからね、皆さんもっとやって対戦して熱い戦いをしたいですね。はい、どうちょっとね、やっぱキャラが偏っちゃったから、まあまあ次やるときルールもうちょっと変えてみてもいいかもしれないなと思ったけど、でもなんか盛り上がってたみたいだから、特に決勝とか、まあ良かったんじゃないですか。まあまたこういう機会があれば出たいし、まあこういう企画もやってみたいなとは思いました。